かです。満開でめちゃめちゃ美しいです。はい、最高最高最高。河津桜、大横川の河津桜です。めっちゃ綺麗、ちょうどど真ん中から来て、はい、こんな感じです可愛い。ちょっと。ちょっと待ってね。じゃじゃじゃーん。今ちょっと荷物が多いから、あ、先にしまってから歩けばよかった。まあいいか。こんな感じでね、満開なのよ。じゃじゃじゃーん。めっちゃめっちゃ綺麗。ジャジャジャン。ほら、いつかね。はーい。はいはい、こんにちは。ジャジャジャン、見て。めっちゃ綺麗ぞ。じゃあ、ゆずちゃん。じゃーん、こんな感じでね、満開最高なのよ。じゃじゃーん。今日はね、桜と梅と桜を見に来たよ。これでちょっと待って、あ、これ最高だね。それでね、ほらこれスムージー、自分で作るタイプのこの辺かねこれで、あの、あれできたら写真撮れたらいいんだけどね。じゃーん、こんな感じかしらね。この辺かな。あ、この辺だね。じゃーん、こんな感じで、じゃじゃじゃーん、やっほー、めっちゃ綺麗よね。ねえ、来てよかったね。あ、ちょっと待って、こっちは映れないね。ねえ、ちょっと待ってね。これ映す、見えるかな。それでこっちの、左側の河津桜の方がちょっと色が濃くて、向こう側に公園見えるでしょ。あの左側の奥の方、今人が歩いてるとこ、あそこがね、あの木場公園って言ってね、すごく大きな公園なんですね。それでその木場公園の、通り沿いにね、この川がね、大横川って言うんだけど、この大横川沿いに、ジャ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 ーン、全部でね、105本のね、河津桜が咲いてて、今がね、ちょうど見頃でね、めっちゃ綺麗なのよ。ジャジャーン、もう最高だね。これもこんな感じで、めっちゃかわいい。おー、きれいきれい。ジャ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 ー、こんな感じ。どうだろう、動画綺麗に映ってるかな。
そう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 。それでね、こっからね、結構ここが木場公園の入り口なんだけど、向こう側のね、出口までずっとこの河津桜並木が続いててね、めっちゃ綺麗なのよね。じゃーん、最高最高。これはまだほら、若い、新しく植えたんだね、これ。かわいいね。じゃーん、うるさい。それでちょっと早めに咲いたやつはもう葉っぱが出てき出始めてきてるね。それでもやっぱ綺麗だわ。そう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 、ソメイヨシノよりねピンクが濃いのよ。それで早咲きでね、かわいいっしょね、めっちゃかわいい。ダダダーン、もうね最高なのよね。今日が最高だね。最高最高。来てよかったね。あ、お花見してる。じゃ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 ーん、最高だわ。このくらいだったらね、暑すぎず寒すぎずちょうどいいね。じゃーん、結構みんなお花見に来てる。じゃじゃじゃーん、じゃじゃーん、うわー最高。ほらね、これでね、じゃーん、おー綺麗。それでね、ここが大横橋。こっから見た感じもね、あ、きれい。あれ、なんか拾っちゃった。ごめんね、なんか拾っちゃったみたい。あら、大丈夫かな。戻った。ここがね大横橋で、それで向かってね、右側の方がねピンクが濃いのね。同じあれなんだけど、河津桜なんだけど、左側の方がピンクがちょっと薄いかな。めっちゃ綺麗。でもコントラストがね素晴らしいね。それでね、そっちはね木場公園なんだけど、ドッグランがあるのよ。だからよくここにね、犬のお散歩に来てる人とか、週末とかね、車に乗せて遠くから来てる人とかもいるみたいよ。
あ、色が濃いの？なんかそういう品種みたいね。あの静岡のさ、あの河津の方でね咲いてるみたいで、あ、鳥ちゃんがいっぱいいる。なんだろうね、何がいっぱいいるかがわかんない。スズメ、スズメだね。スズメがいっぱいいる。なんかね、スズメだったりメジロだったりね、結構いろいろいるんだね。この間はメジロが来てたね。メジロ、じゃーん、綺麗だわ、かわいい。ちゃ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 。みんなね、たくさんのね観光客の人とか来てる。じゃーん。ほら、これはねまたちょっと種類が違って、あの中心がこうピンクが濃いのね。なんか何種類かあるんだね。じゃじゃん。よいしょ。あ、こんな感じでね、めっちゃ綺麗でー。それでやっぱね、あの河津桜の中でも早咲き遅咲きがねあるみたい。もう早咲きのやつはもう終わっちゃって、完全に葉っぱだけになっちゃってるけど、ここから見るとこうピンクとグリーンと濃いピンクとコントラストがすごい綺麗。じゃーん。向こう側にもあるんだけどね、ここねちょうどねあれがあるのよ、ベンチベンチがあるから、ちょっと待って、じゃーん、こんな感じで、いいよ。最高だね。
もう手を引いたらちょっとずつ葉っぱも出てきちゃうだろうからね。あ、最高。ということでね、どうもありがとね、みんな。イエーイ。あっちとして。いつも聞いてて、フェブリーティスあの曲のように。見えなかった。はい、うん、ありがとう。またね、この後ね、YouTube の方をちょっと配信するんで、YouTube 行きます。ありがとうね。またね。バイバーイ。